こんにちは。今回はレカロシートのエルゴメド D というモデルからエルゴメド MV というシートに乗せ替えの作業の模様でございます。5年間、7万キロとお伺いしてはおりますが、上手に、たっぷりと仕事をしてくれたエルゴメド D、乗り降りのために、右側方座面の、崩れがちょっと目についたという理由で、今回は乗り降りを優先に考え、かつ、座面が広めで半分あぐらをかけるような、座面を持っているレカロシート、税抜き144,000円エルゴメド MV というモデルにお乗り換えの、作業模様です。取り外したシートはこのように、リアの、荷物室に置かせていただきました。そして、合わせてプラス PPL のお求めをいただきましたので、前方、ボンネット内部エンジンルームではすで、に、プラス PPL の投入作業も合わせて始まっております。現在はこのように、仮固定、この状態からお客様に一旦試座していただいた後本固定をする予定でございます。前方に見えるのが PPL の作業でございます。皆さんもぜひいつか、腰痛や運転の疲労などでお困りのことがあったらぜひ、お立ち寄りいただき、説明をお伺いしていただければ幸いでございます。ではご清聴ありがとうございました。全然楽。